お客様。さあ、それではハイライトです。スワローズの先発ピッチャーは鈴木優太。初回宮本にヒットを許しまして、でその後4番の山下幸輝ライト前のタイムリーヒット、ヒット出塁の宮本が帰りまして、まずは1点先制。そして昨日ホームランを打っていました細川、今日の第1打席ライト方向への大きな当たりがフェンスを越えていきます。2試合連続のホームラン、3号のホームランでございました。これがツーランホームランで3点先制ベイサーズ。6番指名打者田中俊太、背番号38。ああ、鈴木がちょっとキャッチャーは、そうですね、この序盤で打ち崩されたというような印象もありました。そしてベイサーズの先発は東です。1回この当たりもありましたが、3番の内川も仕留めまして、初回は三者凡退、上々の立ち上がり。そして2回の表、この回もビッグイニングになります。この小深田のうまい低めのさばき方、ライトの右へと速い打球が抜けていきます。これがスリーベースヒットになります。ランナー一走、走者一走のスリーベース、一気に3点追加。ここで2人目のピッチャー久保に変わります。ただここで細川、第1打席ではホームランを打ちましたが、第2打席はもう注文通り大きな大きなライトフライ。三塁ランナーは余裕を持ってタッチアップ生還します。この2回表でなんと8点入ります。さあ、そして西田の大きな当たり、レフト村川フェンス際まであっという間に行きまして、そしてこのキャッチ、爽やかな笑顔。そしてキブレハンに対しましては完全に封じ込めましたね。悔しそうな表情も見ましたが、見逃しの三振を奪います。初回は4回に進みました。ここは一つチャンスだったんですが、セカンド田辺が取って一塁送球、ランナー一塁三塁というピンチだったんですが、落ち着いて東さばきました。この表情。そしてさらには6回です。内川、この当たりはさすがです。0点に抑えられていましたが、レフト左への大きな当たり、これがタイムリーになります。ベテラン内川のタイムリーヒットで1点を返しますスワローズ。ただここから東一つギアを上げた印象、赤羽西田と連続三振を奪いまして追加点を許しませんでした。先発の東はここでマウンドを降りました。そして石川の好投もありましたが、8回マウンド上は3人目の高田、ワンアウト満塁のピンチ。しかしここで4、6、ダブルプレーはなりませんでしたが、その間に1人帰りまして、スワローズ1点を追加しまして点差は6点。そして最終回のマウンド、スワローズの前に立ちはだかったのは中川晃。最後は三者凡退に切って取りまして、9回の裏は0点、8対2ベイスターズが勝利を収めています。8対2をもちまして